分岐器のある左側の線路が、堀の内信号場。右側一線は、京成成田空港線堀の内信号場は、千葉県成田市堀の内にある、東日本旅客鉄道成田線の信号場である、2009年3月14日に使用開始した。この信号場は、京成電鉄成田空港線建設に伴い、成田方にあった根ゴや信号場の代替として、設置された。 信号場である。京成電鉄本線と合流する手前にある、堀の内トンネル付近に設置されている。京成電鉄成田空港線との並走区間にあり、期間の異なる単線が並行する、単線並列区間にある。また、成田空港線に所属する、根ゴ屋信号場も、同様に、単線区間を拡張して設置されている。首都圏方面の特急成田エクスプレスの大半は、 この信号場で、成田空港行きの列車との行き違いを行うため、停車する。その際、列車を退避するという旨の放送が流れる。成田駅より、空港、第2ビル駅方向にある2線を持つ、単線区間行き違い型の信号場で、一線、スルー構造である。他にもゴルフ場、神社、仏閣が点在している。ありがとうございます。